無敵の領域を持つ男、その名はサニー。いや、全員あいつの触覚センサーに触れてる。距離はどのくらいだサニー。あ、そうだな、25メートルくらいか。サニーの触覚だ。触覚？サニーは伸縮自在の触覚センサーを張り巡らせているんだ。髪の先からな。って何も見えませんけど。当たり前だ、髪の毛の1000分の1の太さ、約 0.1 ミクロン。そんな細いとすぐ切れないの？超丈夫だし、250キロの重りも楽々持ち上げられるし。あ、リーガルマンモスを片手で持ち上げてるように見えたけど、あれも紙と同じ数。核電沼？というか表面張力ってなんかアメンボみたいですね。そこなし沼だし、沈まねえよう気をつけねえと。沼の水温5、6度しかねえし。水温もわかるんですか？俺の髪は色によって感覚点が違う。温度を測るのはブルーの髪、皮膚より低い冷たい温度を感じる冷点、ピンクは暖かい温度を感じる温点、グリーンは押されたり引っ張られたりした感覚を感知する圧点、ホワイトが痛さを感じる痛点を備えている。髪の色で役割が違うんですか？わかりやすいだろ。はあ。